代表的な春の季語である。花は、もっぱら桜を指す。季語とは、連が、徘徊、俳句において用いられる。特定の季節を表す言葉を言う。雪、ガツ、花などのもの。流派、結社によっては、大英の代としたり、一句の主題となっている言葉を、季代と言い、単に季節を表すだけの季語と区別することもあるが、両者の境は曖昧であり、互いを同義に用いることも、 多い。季語、季題いずれも、近代以降に成立した言い方であり、古くは、季の詩、季の代、四季の詩あるいは、単に、季、季節などと呼ばれていた。以下では特に説明のない限り、季語で統一して解説する。紅葉、月はどちらも秋の季語。花、ほととぎす、雪と共に、五花の景物とされた、日本の歌において季節は、古くから意識されており、 万葉集の巻八と巻十、古今和歌集の最初の六巻はそれぞれ季節によって、ぶだてがされている。季語が成立したのは平安時代後期であり、農院による農院歌枕では月別に分類された百五十の季語を見ることができる。五番目の直線和歌集、金曜和歌集では、それまで季節が定められていなかった、月が秋の景物と定められ、以後、花。 ホトトギス、紅葉、雪と共に、五花の形物と言われ重要視された。鎌倉時代にレンガが成立すると、複数の参加者の間で、連想の範囲を限定する、必要性から記号が必須のものとされた。ホックは必ずその時の季節に合わせて読むべきものとされ、南北朝時代のレンリ書では40ほど、室町時代のレンガ手法書では270ほどの記号を集めている。 また、レンガの時代からは、季語の本意、本性が問われ盛んに議論されるようになった。江戸時代に徘徊が成立すると、匹敏な生活の素材などからも季語が集められて、著しく増大した。徘徊の最古の期大集、花低さには590、山の井では1300、徘徊最時期では2600の季語が集められている。場所の正門徘徊では、監視、 和歌以来の伝統的な記号、縦台、徘徊からの新しい記号、横台とも言い、松尾芭蕉は季節の一つも探り出した蘭は、後世に良きた魔物となりとして、季語の発掘を推奨した。明治時代に、俳句の近代化を行った、正岡式は、十七字という俳句の短さに対して、季語によって起こる式の連想が重要な役割を果たすと考えた。式の考えを受け継いだ。 高浜巨子は、俳句の主題は四季を反映した自然であるべきことを解き、無期俳句に対して厳しい態度をとったが、昭和初期に起こった新興俳句運動は、都会や戦争など、社会的素材を扱い積極的に無期俳句を容認した。明治時代に西暦が導入されると、旧暦の季節感と西暦の季節感とのズレが生ずることになった。そのため正月の季語は、新年の季語として、 別の扱いとされた。さらに外地が拡大していくに従い、ヤシや水牛などの各地の風物や年中行事が季語として取り入れられるようになり、北海道や沖縄県、台湾、また日系人の多いブラジルやハワイ州などで独自の祭時期が編纂されるようになった。新しい季語は近代以降も俳人が俳句に取り入れ、それが祭時期に採集されるという形で増え続けており、 現代の歳時期では、おおむね五千を超える数の季語が収録されている。ただし、現在は公式に季語を認定する期間は存在しない。季語はその成り立ちによって三種類に分けることができる。まず一つは、事実の季語で、雪は主に冬に降るから冬、梅の花は春に咲くから春、という風に自然界の事実に従って決められている、ものである。次に、指示の季語があり。 春の雨、夏の山、秋風というように、事物の上に季節を表す語がついて直接的に季節を示しているものである。最後に約束の季語があり、これは実際には複数の季節を通して見られるものであっても、伝統的な美意識に基づく約束時として季節が決まっているものである。先日のガツやカワズ、虫、カジといったものがその例である。 現代の祭時期においては一般に、四季新年の五季ご記とに、季語の内容から、時効、天文、地理、生活、行事、動物、植物という分類がなされている。前述のように、季語と季題は、同義に用いられることもあるが、歴史的には、季題は、古来の中国の詩人が題を用いて、詩を読んだ伝統から、和歌、連歌という風に受け継がれていった。 時代の美意識を担う代表的な季節の題目であり、レンガにおいてはホックにおいて重要視されたものであるのに、対して、季語はそれらを含んで付け国まで広く採集された木の詩であり、ホックの季台が歓喜した史上を具体化する役割を担うものであった。このため、季台という言い方をする場合には、季語よりもその後を重要視しているという漢字もあるが、両者をはっきり区別する。 確定的な考え方があるわけではない。例えば、山本健吉は、最新俳句歳時期において、季語を、五花の形物から、和歌の季題、レンガの季題、徘徊の季題、俳句の季題、季語の6種類の層に分け、五家の形物を頂点とするピラミッド型の分類を、試みているが、しかし、山本自身これらすべてを包括して、季語という言い方もしていた。山下和美は、季語、 期代の違いは使い方の違いであるため、ある一つの語を季語か季代かというふうに分類はできないとしている。いずれにしても、季代、季語という言い方は近代に作られたものであり、季代は1903年に新生会の森向こうが、季語は1908年に大須賀お辻がそれぞれ初めて用いたという、ありがとうございます。